この動画は、最終話までのネタバレを含みます。今回は、イズクとカッちゃん幼馴染について自由に語ろう。に対する読者の反応を紹介します。それではどうぞ。紆余曲折ありすぎてなんて言ったら良いか難しい関係してるよね。他の幼馴染とは連絡取ってるのかな？翼くんは、無理だろうな。これ作中ではっきり明言されてないけどかなりきつい設定だよな。子供が亡くなる、利用されるって東野や白雲みたいなことでしょ？最終話で相沢先生がわざわざお前の幼馴染って言ってるのちょっと笑った。428話でも真相君に僕幼馴染なんだって説明してたけど、読者からすると今更すぎる。確か小説でデクがカッちゃんのいない世界なんて考えられない的なことを言ってたけど、逆もまた光なんだろうなと思う。良くも悪くもお互いへの影響が大きすぎる。本編中盤以降のガンギレカッちゃんとズケズケアキレデクの関係が好き。456期序盤までのやりとりコントみたいで好き。今の関係性も好きだけど、お母さんにも気遣うタイプのデクがカッちゃんにだけ身内感覚でズケズケになるの好き。たまにある反応感情が揃ってる場面好き。この二人態度がでかいのはカッちゃんだけど、本当にふてぶてしいのはデクだよなって思う。いじめられっ子のメンタルではない。数々の罵倒嫌がらせに対してムカつくなぁじゃなくしょうがないなぁって保護者目線になるの強すぎる。実際は3ヶ月年下なんだけど。普通の公立中出身なのに揃って座学クラス3、4位の成績につけてるのバグってて好き。A 組にオルデラ中が私立の進学校だと勘違いしてる人いてもおかしくない。座学の成績がトップそうなだけじゃなくて、戦闘力と作戦立案能力も両方トップクラスなのがすごい。しかも2人とも異様に肝が据わってて痛み耐性が高くて精神的にも非凡。二人ともただの一般家庭育ち公立中出身は無理がある。才能マンと真面目オタクで片付けてたけど、言われてみると確かに。その後も事件、入院、仮免追試、積極的にインターン参加と時間取られてる割に学力でつまずく描写ないし。オール・フォー・ワンはデクをかばったカッちゃんとカッちゃんがトリガーとなって怒り狂ったデクを見ているので、最も仲が良い判定されるの面白い。全然違うけど、この二人はなんかもう仲良いとか悪いとかじゃないよな。ちょっとしたとこでナチュラルに雑に扱う感じが本当の兄弟っぽい。カッちゃんのネクタイ引っ張るデクのイラストは今の幼馴染の関係現れてる。デク絶対他のやつにはそんなことしないだろ。これ見た時デクってこんなことするタイプだっけ？と思ったけど、最終回まで見て二人のやりとり振り返ってみると意外と納得できたわ。何があったんや？奥で相沢先生キレてるの好き。これプリント3枚しかないのによくこんな勢いつけて投げられるよな。他人行儀と遠慮のなさがまぜこぜな感じが面白い。付き合い長い分お互いの行動への理解度は高いけど、性格が合うかと言われたらそうでもなさそうなのがいろんな意味で面白い。ただ最終回後もヒーローやる上でのライバルとかアーマーの改良とかで長い付き合いになるんだろうな。良くも悪くも近くにいて当たり前の存在に思える。進行方向上にいないけど、全面戦争と最終決戦での我を失うほど怒ったデクを爆豪は知らないだろうから見せてみたい。ちょっと引いてそう。強い。オール・フォー・ワンからも最も仲が良いって思われてるのが笑いどころだし、モノマガデクへの挑発にオールマイトを終わらせた云々とか言ってるあたり、B 組からも幼馴染だから仲良しだと思われてるっぽいのが、旗から見たら仲良しに見えるんだろうな。モノマとオール・フォー・ワンの挑発も見当外れってわけでもなく実際聞いちゃってるし、一緒に掃除ペナルティ食らってたりするし、敬意を知らずに端から見るとめちゃくちゃ仲良いよね。8年後ヒーロー業再開した後も言えないままなのかな。言ったとしてカッちゃんはどういう反応をするんだろう。カッちゃん気持ち悪い。イズクやっぱりそう思うよね。オールマイトオタクなのに勝利のイメージがオールマイトじゃなくてカッちゃんなところが意味不明な幼馴染。デクの中ではオールマイトは勝利ではなく助けるイメージなんだろうな。おそらく爆豪はその逆。映画の冊子で危機感知からのほら北に笑ったから、この時期の日常風景をもっと見たかった。デク君のふてぶてしさほんと好き。対等にじゃれられるようになってよかったよね。いじめてた爆豪の方がデクを恐れてるのがなんとも不思議な関係。でも作中の自己犠牲と突き放してもめげずに後をついてくるデクを長年見てると怖くなる気持ちもわかる。くんなデクの場面、当然ヴィランへの恐怖もあるけれども、両腕ダメにしてもなお自分のために動こうとするデクへの恐れも混じってそうだなと見返して思った。デクを恐れた理由が無個性いっちゃんすごくないなのに、自分いっちゃんすごいよりもすごい憧れに近いと思ったからっていうのが、人腕の俺の憧れは間違ってたのかよって言葉に繋がってると気づいてうわーってなった。堀越先生が各幼馴染とオールマイトが好きなのはもう大前提として、ヒロアカアニメーターの馬越さんが各幼馴染とオールマイトも好きなんだよね。この二人の初対面っていつなんだろうなとずっと思ってる。デクが無個性ってわかる前から4歳以前からの付き合いなのはわかるけど、昔は可愛かった。
これなんだかんだで二人遊びするくらいには仲良かったんだよな。静止ではないけどこの幼馴染み普通に仲良さそうで笑う。めんどくさい関係になる前の幼馴染みフィグは可愛い。同時引きオールマイトカードをデクワダクに入れて、かっちゃんは戦地に持っていき違う形で大切な思い出にしてるのいいね。地味に両者ともにオールマイトカードを当てた思い出としてではなく、二人ともがオールマイトを当てた思い出として記憶してるのがこの二人らしいなと思う。デクは爆豪以外が相手ならどんだけ拒絶されてもついていくとはならなかったと思うんだよな。アーマーデクが活躍してからも幼馴染と仲が良いかと問われるといやーな感じそう。ただしお互いに命は預け合える。一気始まった頃はかっちゃんがすぐなんかして和解するんだろうと思ってたのに、そんなことなくてびっくりして見てた。でもデクはずっとカッチャンって昔の可愛いあだ名で呼び続けてるし、カッチャンはよくデクにキレてるのにその呼び方やめろみたいなことは言わないのが、面白い二人だなって思ってた。そしたら林間合宿でマンダレイさんがカッチャンって誰？ってなってて笑った。二人の英雄見に行った時デクがクソッ畜生博士を変えてよって口悪くなるの。すごく良かったなと思ってたら、そのすぐ後テレビで見た。絶対カッチャンにでカッチャンの影響だと分かって、一気に幼馴染みのこと好きになった。第1話でさすがにやりすぎって友達にたしなめられてるから、中学の時は日常的には絡んでなかったんかな。あの関係性の状態なのに爆豪はデクのヒーロー精神を昔から癒してて、デクは爆豪を勝利の権化と憧れてノートに研究しまくってるとは思わなんだ。幼馴染みでオリジンしてライジングしてるから、こいつらの人生お互いがずっといるんだよな。一緒にビギニングもしてるぞ。これ好き。これとか。これ腕上げた時の角度違うの細かくて好き。目指せ六本木事務所設立。さすがにないだろうと思ってたけど最終回見た後だとワンチャンあり得ると思えてしまう共同事務所。中学時代に出会ってたらお互い無関心そうなのがまた味が出るよね。幼馴染だからこそ中学、高校お互い意識し合ってここまで来たって感じ。君の凄さが鮮烈なんだわ当時読んでて。そんなにって思ったけど、かっちゃん復活からのオールマイト救出、活動の宣言に心から納得させられてしまった。こりゃ鮮烈だわ。すごく単純で浅い話なんだけども、言わせてくれ、この実血幼馴染はここほどかっこよくない？盗賊団の幼馴染に誘われて入団したデクのストーリー書いてくれホリー。これほんと気になる。どんな経緯で入団したのか、十傑メンバーの他誰が盗賊団にいるのかめっちゃ知りたい。キャラデザのバランスが良い。二人のグッズ出る時も緑と赤オレンジ系でバランスが良い。デクは最終決戦仕様になってから暖色系の面積増えて、ああ確かにこれはついだなって納得感ましたわ。最終決戦はデクが黒ムチまとって闇属性っぽくて、爆豪がキラキラ輝いて光属性っぽいのも対比だったのかな。ここのリアクションも二人の差が出ていて好き。原作絵の方も最高を超えた最高。最終回迎える前はデクとカッチャンライバル続行ルートか、よくチームアップするヒーロー仲間ルートか、事務所共同経営ルートのどれかと予想立ててたけど、まさか全ルート回収の見込みがある最終回で驚いた。そしてそれ以上に幼馴染みルートも強かった。これすごく好き。これオルデラ制服なのに二人とも表情が有名人って感じがして好き。ついになるキャラデザでバランスが良くコンビグッズが多く作られる中、一番バランスも時空的ながおかしかった幼馴染みだら。デクのヒーロー名短くて助かったな。仲良し。ほぼ初対面のグラントリノにもいきなりカッチャンはって紹介するくらいだし、大人になって公の場でもカッチャン言って相関すごい。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。